マルク・オシポビチ・レーゼン、1895年7月3日、ザイツェボ1992年11月25日、モスクワは、ソビエト連邦のオペラ歌手、ボリショイ劇場ソリスト、ソ連人民芸術家、スターリン賞受賞者。ロシア帝国、エカテリノスラフ兼ザイツェボのユダヤ人家庭に生まれる。第一次世界大戦では武勲を立て、聖ゲオルギー十字勲章を授与されている。 1917年から1918年にかけて、ハリコフ音楽院で、フェデリコ・ブガメリに声楽を学び、1921年に、ハリコフ歌劇場のソリストとなる。その後は、1925年から1930年まで、レニングラード・オペラ・バレエ劇場、1930年から1954年まで、ボリショイ劇場でソリストとして活躍した。 ボリショイ劇場には晩年にも出演しており、1985年90歳でチャイコフスキーのエフゲニー・オネーニング・レーミン公爵を歌っている。大祖国戦争中は兵士のため前線において歌い、戦後も東ヨーロッパ諸国に駐屯したソ連兵士のために演奏旅行を行っている。オペラでの活躍のほか、ドイツ・リートやロシア・ロマンス、ソ連の大衆歌曲も歌っている。 歌手としての活動に加えて教育者としても教鞭をとり、1954年から国内新音楽大学で声楽教授をはじめ、1965年から1970年まではモスクワ音楽院で声楽課長を務めた。1992年、モスクワにて没。ありがとうございます。